エルヴィン・シュルホフ、エルヴィン・シュルホフ、シュールホフとも、1894年6月8日から1942年8月18日は、チェコの作曲家、ピアニスト、指揮者。ピアニストの、1825年から1898年は、彼の王子にあたる。第一次世界大戦後のダダイスム運動の音楽家として、重要な人物とされており、 ジャズや実験音楽の要素を取り入れた曲など、あらゆるジャンルの作品を残し、生涯に作曲した作品は200作に上る。しかしナチスドイツによって、シュルホフの曲は、大敗音楽という楽輪を押され、演奏活動の禁止や、作品の出版も認められなくなるなど迫害を受け、1942年に強制収容所で命を落とした。シュルホフの死後、 彼の作品は半世紀にわたって日の目を見ることはなかったが、テレジエンシュタットなどで迫害された他のチェコの作曲家、クライン、ウルマン、ハースなどと同様に再評価が進みつつある。1894年、ドイツ系ユダヤ人の子としてプラハに生まれた。家庭は裕福であり、エルヴィンの母ルイーズはヨーロッパ中の有名な教師に連絡を取って幼い、 エルヴィンの指導のために雇い、エルヴィンを連れてあらゆるところに出かけた。また幼い頃から母に連れられて、たくさんの演奏会に足を運び、マスカーニやクーベリックなどのサインを集めていた。ルイーズは特にドボルザークに息子を指導してもらうことにこだわったが、結局ドボルザークは、ルイーズの意に沿わず、直接指導することはなかった。しかしドボルザークは後に、エルヴィンの才能を認めて、 7歳のエルヴィンにピアノレッスンをつけられるよう推薦し、10歳の頃には音楽院へ推薦した。エルヴィン自身も後年の日記で、ドボルザークに生徒としては受け入れてもらえなかったが、彼にその後の方向を定められたと綴っている。ドボルザークの推薦を受けて、エルヴィンは1901年からアンドリック・カーンに指示して、ピアノのプライベートレッスンを受け、 1904年にはプラハ音楽院へ進学。1906年以降はウィーンに移ってレッスンを受けた。その練習は非常に厳しく、そのかやってシュルホフは非常に優れた演奏技術を身につけた。後にシュルホフは両親に連れられてライプツヒに移り、14歳の時にライプツヒ音楽院への入学を許可された。そこで、 マックス・レーガーに指示し、作曲にも関心を持つようになった。レーガーは、ブラームスや JS、バッハ、ベートーベンなどを課題として、レッスンを行い、シュルホフも好んで、レーガーのレッスンを受けた。ライプツィヒ音楽院を卒業後、シュルホフは、コローニー音楽院に留学してにピアノを、フリッツ・シュタインバッハに作曲と指揮を指示した。シュタインバッハは、シュルホフに、 器楽曲を作曲することも認め、レーガーのバイオン構造を用いた、バイオリンとピアノのための組曲、WV-18、1912年などの作品を残している。また式では、リヒャルト・シトラウス、ティリオイレン・シュピーゲルの愉快ないたずらの式で、ビュルナー賞を受賞した。また1913年の夏には、作風に強い影響を受けたドビュッシーに、個人レッスンを申し込み、 フランスに出向いて作曲などを指示したが、平行ボどなど、伝統的な火星信仰で禁じられている、メロディーを這わないようにさせるなど、シュルホフの期待と異なる指導であったため、落胆して、ドビュッシーの指導を受けるのをやめた。第一次世界大戦で、シュルホフは、オーストリア軍に徴兵されて従軍したが、その経験から、自身の心情として、反戦主義的な考えを持つようになった。 この徴兵経験は、シュルホフの政治的立場だけでなく、文化的、芸術的なものの見方にも大きく影響を及ぼし、戦後はナショナリズムへの反発や軍隊への反対意識がより深く過激なものとなった。シュルホフは、第一次世界大戦後に、フランスの左派の活動家であるアンディ・バルビウスが率いる、平和主義運動を、クラルテを支持し、画家であるジョージ・グロスやオット・オディクス。 ハンス・アルプラが活動している、急進的なダダイスム運動のメンバーに加わった。また、同時期に、アルバン・ベルクと文通をはじめ、ドレスデンやプラハでの演奏会で、ベルクの曲を取り上げた。1919年からは、シェーン・ベルクらが開催していた、私的演奏協会に参加し、自らの楽曲などを演奏した。1921年にアディス・リボーチャウッツと結婚。 1922年にはベルリンに移住したが、その翌年の1923年にはプラハに戻り、ピアニストや作曲家として、精力的に活動した。1920年代半ば頃には、シュルホフは、ダダの作曲家として、世に知られるようになり、前衛的な作曲家として、あるいはその曲の演奏者などとして、当時の前衛音楽の最前線に立っていた。各国の、 あらゆる現代音楽の音楽祭で、シュルホフの音楽が聴かれ、エイリヒクライバーやエルネスト・アンセルメ、ピエール・モントゥー、ジョージセル、バーツ・ラフ・ターリヒなどが、シュルホフの作品を指揮した。楽譜も、マインツやロンドン、ウィーンなど、各地の出版社から、次々と出版され、1920年代の半ば頃には、ウィーンで最も多くの楽譜を出版した、作曲家の一人となっていた。 シュルホフ自身も1913年にメンデルスゾーン賞を受賞するなどピアノの腕は高く評価されており、プラハをはじめドイツの多くの都市やフランス、オランダなどヨーロッパの広い範囲で演奏を披露した。ラジオ放送でも演奏を披露し、チェコのラジオ局をはじめ BBC やでチェコの作曲家の作品や自作曲を放送した。 またシュルホフがピアニストとして自作曲を演奏したライブの一部については録音されており、ピアノ競争曲を含む自作自演の録音が残されている。一の音源については、デッカの大敗音楽シリーズから CD 化されている。特にジャズを取り入れた、ジャズ様式の5つの練習曲、1926年、ジャズ様式のエスキス、1927年、ホットミュージック、 1928年などはのきなみ出版されヨーロッパ各地で行われた演奏会では例外なく成功を収めたとされる。またプラハで起こった前衛芸術活動であるとも何度か演奏を行った。シュルホフは作曲家、演奏家としてだけでなく文筆家や講演家としても人気を博した。1924年から1926年に かけては、プラハの新聞である、プラガー・アベンドブラッド氏の音楽記事を扱う記者、しても活動。特にシェーンベルクについては、数多くの記事を残している。なおこの時期に、シュルホフは、プラハのドイツ音楽アカデミーの教員に何度か申し込んだが、結局そのポストは得られなかった。1920年代には、 精力的に活動していたシュルホフであったが、1930年代に入ると多くの楽譜出版者がシュルホフの作品に関心を見せなくなり始めるなど、シュルホフの活動を取り巻く状況に変化が現れ始めた。これには、シュルホフが大編成の曲を作曲するようになり、出版しやすい商品が減ったという理由もあったが、それ以上に、正常の変化によるところが大きかった。 シュルホフはユダヤ人であることのみならず、その政治的な信念と過激な主張によって、ナチスドイツから大敗を音楽の楽園を押され、迫害を受けるようになった。1932年に完成した過激、炎はエイリヒクライバー式の元初演する計画があったが、ナチスの圧力によりその計画は潰された。1933年以降は、 シュルホフは自ら国際的な音楽シーンから姿を消した。作品内容も共産主義への傾斜が顕著となっていき、チェコスロバキア政府からも危険視された。プラハに避難してラジオ局での仕事やピアニストの職を得たが、日々の生活をまかなうのがやっとの状態だった。シュルホフの家族の生活状況も悪くなっていき、1938年には母が亡くなった。 また、シュルホフの妻も病に伏せたが、同じ頃彼は、自らの教え子に熱を上げており、最終的に妻とは離婚することになった。母の死後すぐに、シュルホフは再婚した。シュルホフが、公共曲第五番を完成させた1939年頃になると、ナチスドイツに侵攻された母国チェコでも、あらゆる職を奪われ、やむを得ず偽名で演奏活動を行うようになった。 そんな折シュルホフは以前からその社会主義リアリズムの考え方に共感していたソビエト連邦に対して市民権の付与を要請した。シュルホフの妻と息子についても同様に市民権の付与を要請しており、1941年4月にソビエト連邦はシュルホフ一家の市民権付与を承認した。しかし、ソビエト連邦に移住する直前の同年6月23日に、 プラハを占拠したナチスドイツに逮捕された。シュルホフは間もなく当時強制収容所として使用されていたバイエルン州に収容さ、翌年の1942年に結核のため死去した。死後、長い間シュルホフの作品は帰り見られることがなかったが、1992年頃からギドン・クレーメルが演奏会で シュルホフの作品を取り上げたことが一つのきっかけとなり、未出版であった作品の出版や、これまで出版された作品の理習が進むなど、徐々に再評価が進んでいる。シュルホフは、新しいアイデアを、次々と受け入れようとし、また幸運にも、広い範囲の様々な事物から影響を受けることとなった。そのため、シュルホフの作風には、 あらゆる様式や様々な作品などからの影響が見られ、非常に多彩な作品が残されている。シュルホフの音楽的な特徴は、大きく分けて第一次世界大戦前と大戦後に分けられ、大戦前には指示を受けた教師や自らのレパートリーとした作曲家から大きな影響を受けたのに対し、大戦後には前衛芸術などの芸術運動や、 先進的な演奏会から計り知れない影響を受けている。幼少期には母親に数多くの演奏会に連れて行ってもらっており、そこで多くの音楽家から影響を受けている。特にグリーグの曲には強い影響を受け、弦楽オーケストラのための3つの商品、WV5 などグリーグを称えた曲も作曲している。また、ボクシンの午後への前奏曲や、 ペレアスとメリザンド、1908年の初演時に感激しているなどといったドビュッシーの音楽からも非常に大きなインパクトを受けており、後年、ピアノのための四つの絵画、WV22、ピアノのための商品、WV23、ともに1913年などドビュッシーに影響を受けたピアノ曲を作曲している。また前述の通り、 支持したレーガーからも強い影響を受けており、レーガーに支持していた頃にも、レーガーに影響を受けた、バリエーションと風ガ WV5 などの作品を残している。第一次世界大戦後には、シュルホフは、ジャズのリズムにインスピレーションを見出し、ジャズの影響を受けた作品を数多く残している。シュルホフは、ヨーロッパの作曲家で最初にジャズを取り入れた、作曲家の一人であり、特に、ピアノ曲で、 ジャズに影響を受けた曲が多く見られる。シュルホフは第一次世界大戦後に参加したダダイスム運動のメンバーの一人、ジョージ・グロスのスタジオで彼が所有していたジャズレコードの膨大なコレクションに触れ、ジャズに親しんだものと考えられている。ジャズに影響を受けて作曲した最初の作品はピアノ独奏曲である5つの音が1919 19年であり、 シュルホフはこの曲をグロスに検定している。シュルホフはジャズをダンスミュージックとして扱ったが、その一方で古い様式の音楽を攻撃するため、既存の音楽作品を否定するダダの活動にふさわしい題材としてもジャズを扱っており、グロスらのビジュアルアートと並行してこのようなジャズを取り入れた作曲活動を行っている。 またヨーロッパでの演奏旅行などを通して、ピアニストとしてのレパートリーを増やす中で、ピアノ曲の技巧的な限界を追求するジョパンやリスト、スクラービンなどに触れ、そこからピアノ曲の様式などについて影響を受けている。ダダイスムから感化された実験的な手法を用いた作品も知られており、耳障りな不協和音をリズムに挿入するなど、 現代のポピュラー音楽にも通じる手法を用いた曲もある。全曲が長さの異なる休符とアゴーギクのみからなる5つの演奏解消品アップ3の第3曲インフルトラムは典型的なダダ的風刺が込められた作品であるとされている。その他女性と効果音からなるシアターピース WV197 女性のあえんぎ声と水音を組み合わせた。 ソナタエロピカなど第二次世界大戦後の前衛音楽を先取りしたような作品もある。シュルホフは吸収を否定するために前衛的な試みを支持していたが、実験のための実験には反対する立場をとっていた。前衛的な作曲技法である十二音技法を推し進めたシェーンベルクについて文章も残しているが、シュルホフはシェーンベルクの音楽的哲学には共感できず、 リズムを変えた創造シーだけの音楽であると評しており、自ら十二音技法を作曲に用いることもなかった。これは、シュルホフが芸術音楽と大衆音楽の溝を埋めたいと思っており、音楽は決して哲学ではない。中略ブルジョアだけが音楽は哲学であると信じているとして、哲学的な音楽の捉え方を否定していたためであった。ただし、シェーンベルクの楽曲に見られる。 緻密なフレーズとダイナミックな表現に織り混ぜられる主題的な旋律についてはシュルホフも高く評価している。またシュルホフは音楽におけるリズムの重要性を強調しており、リズムを通した肉体的な私服感やそこから得られる高骨感を重視していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。